や行えは、五十音図で、夜行絵段に位置すべき、金文字である。現在その位置は空白にするか行えの繰り返しで、埋められる。ひらがなかかな拡張がな、古い日本語には、いいと、いえの発音上の区別があった。しかし、上代特殊金遣いの消失から間もなく、十世紀後半には、区別が消滅した。万葉の時代や、文字の誕生初期には、文字上でも、 いいと、家の区別があった。例えば、衣はいい、こうは家であった。発音上の区別がなくなると、これらは同じ音を表す複数の金文字という扱いになった。江戸時代には、あおこなえと、やおこなえを、書き分け用と提唱するものが現れた。ひらがなでは、やおこなえに、こうの相対に由来するを使えばよかったが、カタカナについては書物によって異なっており、奥村英美。 古弦井のベ弁では、衣の元半分を取った文字を、王や通る。古弦井のベ弁ン商法は逆に上半分を取った文字を、阿行の絵に使っている。白井広影、音韻柄用例では同じカタカナに、衣の最後の二角を使用している。明治初期、五十音図の隙間を埋めるべく、や行い、や行え、和行のカタカナが作られ、や行えのカタカナには、糸への合字、 が使われることがあった。現在、外来語中の家、樹、の音は、イの後に、絵の文字を小さく書いた、家によって表記される。天地の詩は、いろはウタ同様、すべての棚を一文字ずつ使った呪文であるが、絵が二回出てくるのは、あ行や行の、絵を区別していた時に作られたためと考えられ、工事園2話のひらがなを使って引用されている。いろはウタでは、絵は一回しか出てこないが、 本来、あおこなえが含まれていた可能性が指摘されている。兄、えだ、えだ、そ、つくえユニコードでは2010年10月11日に公開されたユニコードバージョン6.0で、追加多言語面の U プラス 1B00U プラス1 b 0 f f に新設された金補助ブロックに U プラス 1B001 として、昔のカタカナはおこなえ、衣に由来する文字。 U p 1B000 カタカナレターアーキック E と共に追加された。前者は変態柄の絵としても用いられる。使用するには追加多言語面に対応している必要がある。マイクロソフトワードでフォントを、名ルを、名誉 UI に設定し1バイト001と打って、ALTX を押すと、と表示される。2017年6月のユニコード10.0では、 変体仮名が追加されたが、提案されていた、変体仮名のうち、絵と読む、こうに由来する、へ。なお、カタカナのヤ行絵は、現代の絵と同一の字型のため統合されている。ひらがな、いと、ひらがな、絵の合字は、今のところユニコードの追加予定はない。ありがとうございます。